では内装ドアトリムから見ていきます、トリム周り運転席側綺麗ですね。こんな感じで、スカーフプレートも綺麗ですね。で内装は、アオレカロです。ちょっとほつれてるかな。まあでもこの距離考えたらシートは綺麗な方かなっていう気はしますね。こんな感じです。でステアリングはモモディープコーンなタイプですね。でよいしょ、ダッシュボード上は、3連メーターですね。水温イオン油圧がついてます。まあそれぐらいですかね。あとはストラーダのナビテレビ付きですね。ちょっとエンジンかけてみましょう。いいですね。で、このメーターの方がですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、左側2つが液晶がちょっと点滅しちゃってる状態ですね。油圧と油温ですね、水温だけは特に点滅なくっていう感じで、ついています。で、フルセグ付きですね。まあまあ快適装備は揃ってますね。ETC なんかもこちらに、装着されてます。でシフトブーツ周りも綺麗な状態ですね。リアシートを見てみます。こんな感じですね。まあリアシートも綺麗ですね。この距離走ってきた割にはなかなか綺麗な状態、スペアタイヤとかもちゃんと、揃っております。で、助手席側のドアトリム、この辺も綺麗ですね。なかなか内装だけ見たらとてもこの距離走ってきたようには感じないですね。はい、以上内装でした。